シチズンプラザは、かつて、東京の高田の馬場にあった、スケートリンクやボーリング場、テニスコートなどからなる複合レジャースポーツ施設である。シチズン時計の子会社のシチズンプラザ株式会社により、運営されていた。運営会社である、シチズンプラザ株式会社は、1971年12月21日に、シチズン時計の100%出資で設立。 シチズン時計創業地に1972年にボーリング場1975年にはアイススケートリンクをオープンさせた。敷地内にはシチズン時計発祥の地の石踏みも建てられている。2015年にシチズン時計はシチズンプラザの敷地を三井不動産に売却。三井不動産から土地を沈借した上でシチズンプラザの営業を継続した。 建物の老朽化と経営難から2020年2月に1年後の2021年1月末をもって閉館する旨を発表した。建物は2021年3月22日から解体される予定である。A 館、B 館の2館体制で3階の連絡通路でつながっていた。1階はアイススケートリンク、2階にはボーリング場。 屋上には4面のテニスコートとオートテニスの設備があった。アイススケート場は60メートル30メートルのサイズでホッケーリンクとしての企画を満たしており、アイスホッケーの大会も開かれた。フィギュアスケート、アイスホッケー、スピードスケートの練習拠点として、学生スポーツの大学生やシチズンクラブ生、約350人がほぼ毎日利用。 スケート教室の生徒約600人も定期的に利用していた。本施設のほかに、東京都内の通年利用可能なスケートリンクは、新宿区の明治神宮外苑アイススケート場、東山都市の東山和スケートセンター、西東京市の大道ドリンクアイスアリーナの3カ所しかなく、すでに多くの利用者があり、空き時間を確保するのは困難な状況にある。新設される。 三井不動産アイスパーク船橋も片道1時間以上の遠方にあることから多くの選手が練習に困難をきたすことが懸念されている。東京辰巳国際水泳場にスケートリンクを整備する計画があるが2020年東京オリンピック延期の影響で見通しが立っていない。高田の馬場スケートリンクの存続を願う会ではシチズンプラザー地の再開発施設にスケートリンクの 導入を求めた署名運動を行い、手書きネット署名合わせて7203筆の署名を集めた。ありがとうございます。